皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。ディップスを紹介していきたいと思います。このディップスですね、自重で行うトレーニングなんですけども、上半身のスクワットとも呼ばれている種目でして、それだけですね、大胸筋を中心とした筋肉を鍛えるのに非常にいい種目なので、ぜひぜひ、取り入れていただければなと思います。鍛える筋肉なんですけども、大胸筋と上腕三頭筋、二の腕の裏側の筋肉ですねを鍛えることができます。こういったディッピングバーを持っていただいて、ふっと上にですね、ぶら下がるというか、足は後ろで組んでいただくのがやりやすいかなと思います。でこの姿勢から若干前傾姿勢を作って、胸を張ったまま下ろして上げて、下ろして上げて、下ろして上げてという形でやっていきます。これ注意点なんですけども、下ろしていくときに肩がぐーっと前に出てしまうと、肩の関節を痛めてしまう結果になってしまうので、しっかり胸を張ったままぐーっと動作をしていただくことと、あまりですね、下まで下ろしすぎると、これもまた肩がぐーっと前に出てしまって怪我の原因になるので、こうあまり下ろしすぎる意識を持たないことも大事です。しっかり胸を張った姿勢がキープできる範囲で、下まで下ろして上げ、下ろして上げという意識で動いていただければなと思います。そしてですね、応用編なんですけども、このディップス、上半身の角度によって若干ですね、大胸筋、上腕三頭筋、どちらを重点的に鍛えるかちょっと変えることができます。一般的にはですね、前傾姿勢をちょっと強くして動作をすると、大胸筋により負荷がかかりやすくなります。で逆にですね、体を立てて縦気味で動作をすると、上腕三頭筋、二の腕の筋肉により重点的に負荷がかかるようになりますので、これも目的に応じて使い分けていただけるかなと思います。それでは今回はディップスの解説でした。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。